エルレンマイヤープロフルのアズラクトンとアミノ酸合成はグリシンをオキサゾロンとアズラクトンを経由してそれぞれ別のアミノ酸に変形する化学反応で反応を発見したフリードリッヒグスタフカール・エミール・エルレンマイヤーによって命名された。ウマニョウ酸は無水酢酸の存在下でにフェニルオキサゾロンに縮合する。また、この中間体は二つの酸性プロトンを持ち、 ベンズアルデヒドと、無水酢酸と、酢酸ナトリウムと反応し、アズラクトンとなる。この化合物を還元すると、フェニルアラニンを与える。研究の一つに、エルレンマイアーのアミノ酸合成によるエ m チロシン合成がある。AW インガーソル、SH バブコック、ヒピュリックアシッド、オーガニックシンテシーズ、コレクティブボリューム、2、P328GE バンデンブルグ、 J.B. ハリスン、H.E. カーター、B.J. メジャーレイン、n ニフェニルニオキシジルン。オーガニックシンテシーズ、コレクティブ。ボリューム、5、P946HB ガレス P、HR スナイダー、デシリットルベータフェニルアラニン。オーガニックシンテシーズ、コレクティブボリューム、2、P489 エステラーゼによる、光学分割を含む、オプティマイズドシンセシスオブ LM。 チロシンスータブルフォーケミカルスケールアップカーラ、イーハンフリー。マーカス・フレガチ、カート・ローマン、ルイージ・ラ・ベク、トーマス・ルテルト、ジェ・コンスタンツェ・ディ・ミューラー、ハート・ウィーグ、アンド・マーカス・バジタル、オーガニック・プロセス・リサーチ・アンド・デベロップメント2 0七7一千1069、1075 10。ドイ、10.1021。 オーパス 7093Y ハット 3,、y、3ヒドロキシュベンズアルデイヒドのオーベンジル体をグリシンの N アセチル体と無水酢酸酢酸ナトリウムと共に反応させるとアゾラクトン体を生成し単離することなくアゾラクトン体をメタノール中の酢酸ナトリウムによりソレボリシスで開換してデヒドロアミノ酸とする接触水素添加反応により水素負荷並びに脱保護して N アセチル M、チロシンメチルエステルを得る。このラッセみたいは酵素を利用して S エナンチオマーのメチルエステルの実を加水分解して高額分割する。塩基性の水槽に残存するマイナス5を塩酸で処理することで N アセチルアミドが加水分解された LM チロシンを得る。ありがとうございます。